さんこんにちは、サンディです。今日は猫耳つけてます。はい、今日はですね、結構ちょっと前に、もう1ヶ月になるのかなに、カラーポットがですね、日本発送してくれるようになりましたよと、開封動画をしたんですけど、その開封動画の最後にね、告知してあった、まあタイトルでもわかると思うんですけど、カラーポップアメリカ対中国、対決をしていきたいと思います。では始めましょう。今回の動画は2つに分けていきたいと思います。なぜかっていうとですね、2回、カラーポップ公式のページで頼んでるんですけど、1回目で頼んだものに対して中国サイトアリエクスプレスっていう通販サイトになるんですけど、そちらの方で購入しています。ちなみにアリエクスプレスを知らない方や、使ってしたことない人で興味ある人に関しては、数日前にね、その使い方や購入方法のビデオを作ったので、もしよかったらね、上の方に多分ピーって出てきてるので、パート1とパート2で、これから多分パート3も出てくると思うので、もしよかったらパート1とパート2かな、パート1、2今出てる。で、もし出てたらツリーも載せておきますので、そちらの方もチェックしてみてください。で、今回は、その1回目の時に、リップとかアイシャドウ類を買ったんですけど、2回目もそうだったんだけど、あ、2回目はリップは買わなかったかな。で、ちょうど用意したのが、1本とアイシャドウ1つ。で、こっちに関しては全く同じ色のものを用意してきました。で、アイシャドウに関しては、すいませんが、多分ね、この色自体がまだレギュラーじゃないのか、初代じゃないのかわかんないけど、なかなか同じ色がなかったので、似たような感じのを用意してきました。まあこちらに関しては8色メインに、解説したいと思います。で、こっちもパート2に紹介していきたいと思いますので、もしこの動画終わってアイシャドウの方も興味がありましたら、パート2も見てください。今回はリップの対決をしていきたいと思います。で、説明したいのが、こっち側は必ずいつもアメリカ側で、こっちは中国側で、上下でいくと上の方にアメリカで、下の方に中国っていう感じでやっていきたいと思います。箱から比べていきたいと思います。箱に関しては、まあ、若干サイズがアメリカの方が若干大きいです。で、色に関してはこっちの方が白で、中国の方が、黄色っぽい白になります。柄に関してはもうほとんど同じです。見てもらえば分かると思うけど、ロゴの字体も似てます。あと、ウルトラマットリップのところのキラキラ感もほとんど同じです。若干違うのは、ウルトラマットリップのところの下のところにマットの長方形が入ってると思うんですけど、わかりますかね。こうやった時に、こっから始まる長方形に対して中国は若干小さめっていう感じです。まあ、あとは、まあ、字体がちょっと違うって感じです。こっちに関しては、ここの幅、始まる幅が違う感じですね。字の間違いはあるかもしれない。で、次。で、こっちも、若干の幅が違います。字体も、まあ、似てるっちゃ似てるけど、ちょっと違いますね。で、こっちは何もないです。はい、柄はちゃんとついてます。中国もね。はい、で、こっちに関してです。なぜか、オリジナルの方はこれだけなんかこういう書き方でした。他のリップに関してはこういうシールだったんですけどね。で、これが、違いです。これに、この、リップに関しては。で、色合いも違うのもわかると思います。はい。で、こっちは、まあ、こっちは色合いが違うだけですね。あとは、ほとんど同じです。はい、今度は本体自体いきたいと思います。で、全く同じ、高さでいきたいように、こんな感じなので、若干アメリカの方が大きいんです、これ。わかりますかね？もうちょっとこっちやった方がいい。若干ね、
若干大きいんですよ。で、あとはロゴに関しては、アメリカの方がちょっと遅い。若干ね、若干ですけど、分かりづらいかな。分かるよね。若干違う。あの下のウルトラマットリップってところも多分違うのが分かると思います。こっちに関してはもう品番が全く違います。はい、 6G04 のはずなんだけど、こっちは 6C02 になってます。なのでもう品番が違います。で、こっちの面は、もう字が違うんですよ。アメリカはここが一応ネットってとこから始まってるんだけど、中国は MFT から始まってます。この違いかな。あとここの同じ列で一番最後のところが、アメリカは OZ になってるのが、中国は02になってます。こんな感じです。あ、これが一番わかりやすいか。で、あとはね、大きいのは中国の方が、もう傷とかついてきました。でもアメリカはそんな傷はなくて、多分中国のは削ったらなんか取れちゃいそうって感じです。外見はこんな感じです。はい、では次こちらですね。これを開けてって、これね、何回もやってるんですよ、実は。この動画、この動画を今これ撮るのも3回目になります。はい、じゃあもう今度こそね、ちょっとね、失敗したくないんで、はい、じゃあ見てってください。はい、こんな感じで1本だけ出てきました。はい、これはなんでかっていうとですね、まあアメリカの方がやっぱり箱の方がちょっとね、大きめに作ってあるので、中国はちょっと振らないと出てこないっていう感じです。まああとは細かいとこがね、細かいこの切り方がちょっと違うよって。はい、じゃあ今から対決していきたいと思います。2回に分けてやりたくないので、半分こずつに塗っていきたいと思います。で、アメリカの方はこっちです。で、中国はこっちです。で、半分こずつに塗っていきたいと思います。そしたら色合いも違うのも分かってくるんじゃないかなと思います。まずそれですね、色の違い。で、次がですね、ここに用意してきました。まずですね、飲み物、冷たい飲み物、水になります、を用意してきたので、水を飲んで、取れるかどうか。あとはですね、まあ絶対みんな冷たいものだけ飲まないとは限らないので、こちらの方にあったかい飲み物も用意してきました。はい、カプチーノです。カプチーノ、まあなんかバリスタで作ってきました。で、あったかいので、これも比べて、飲んで比べてみたいと思います。じゃあ塗っていきましょう。はい、じゃあちょっと見やすいように近づいてみました。で、私が見る限りではなんか色は若干の違いだと思います。こっちがアメリカで、こっちが中国になります。乾き方としてはマットですね、どっちも。あとはですね、このベタつき感も見てほしいなと思うので、まあ見てみてください。一応ね、マットなのでベタつきがないはずのものになります。はい、こんな感じでね、中国はやっぱりね、ちょっとベタつきがまだある感じです。で、こっちに関しては全くベタつきがないです。まあ私はね、過去に買ったことあるので、中国のマットリップ、まあ、それに比べたら全然クオリティは上がってきてるかなとは思います。まあ相当こうやらない限り、普通に喋ってても別にそこまで大丈夫だと思います。はい、じゃあ今度はですね、飲み物を飲んでいきたいと思います。はい、ではまずは
こっちの冷たい飲み物から飲んでいきたいと思います。で、下にも書いてあるんですけど、アメリカと中国で左右分かれています。で、ティッシュに、試してみたらやっぱり中国の方がベタッとした感じでした。でも完全に落ちたわけじゃないんで、冷たい飲み物だったら大丈夫そうです。で、今度はあったかい飲み物になります。で、まあ全部飲み切りました。こんな感じです。コップにはあんまりついてないんですよね。で、最終的にはね、こんな感じになりました。やっぱあったかいものだと、アメリカでも取れちゃうなっていう感じでした。まあ結果的にはこんな感じになります。なので引き分けかな。で、これで対決が終わりました。まあこんな感じでね、私がまあ比べた感じで、どっちもいいものだなと思います。まあもちろんオリジナルもそうだけど、どれだけ中国のものがここまで近づけられるかっていうのが対決だったんじゃないかなと思います。で、一応これもね、購入したい人がいたらですね、これはもう個人、もしね、ちゃんと公式のやつ買いたいよっていう人がいれば公式も載せておきます。そして私が買った、そのアリエクスプレスの方のリンクも載せておきます。これは自由です。買いたい人がいれば、買っても良いんじゃないかなと思います。まあそんな感じですね。まあ私から言えばですね、まあもちろんオリジナルのものはもちろんいいものだとは、まあみんな分かってると思うんだけど、ノーブランドのものが意外と良かったりとか、レプリカのものが意外とね、結構もう、クオリティが近づいてきてて、いいものになってきてるっていうのは確実だと思います。なので、見下したり私はしないです。人生の中で偽物を持ったことない人はほとんどないんじゃないですかね。どうなのか分かんないけど、私のもうちょっと若かった頃は結構偽物の財布とかね、ヴィトンとかシャネルとか結構みんな持ってるのが普通だったのが多かったです。なのでまあでもコスメに関してはね、やっぱり肌に触れるものなので、これは個人個人自分の責任で、もし購入されるのであれば、まあ自分の責任で購入してもいいし、まあ買ってみて試してみてダメだったらもうそこでストップっていう感じの方がいいかなと。では、こんな感じで今日は終わりたいと思います。パート2もあるので、もしよかったらパート2も見てください。またねー。Do you want me to?